お世話になります、ひとりでございます。2021年2月27日にニューポケモンスナップの存在感を全て消し去るかのように待望すぎるダイパリメイクが発表されましたね。リアパル合体状態らしき銅像が意味深に PV に映され、私はこの映像を見てからリアパルのことしか考えられず、そのうちこいつらで無双しまくりたい思いが溢れてきました。すでに何回も無双動画を上げていますが、ポケモン一体では積み技や回復アイテムを使用しても大体10回以上はやられてしまい、無双とは言えなくなっているので、リアパル2体だったらさすがに無双できるのではないかと気になりますよね。私はこの無双への思いが高まりすぎて叫んだらディアルガの声になりました。多くの方も同じくディアルガの声になっていると思いますので、今回はディアルガ、パルキアの2体で剣盾のストーリーを無双できるのか検証していきたいと思います。ルールは最初にポケモンホームができるところまで普通にストーリーを進めます。その後神都遺跡であらかじめ用意しておいたレベル1ディアルガ、パルキアを転送して、そこから2体でストーリーを進めます。今回はポケモンが2体なので、ワイルドエリアに行く前まで以外はポケセンとフレンドリーショップ、野生ポケモンとの戦闘は禁止とします。道具は拾うのと買うのは禁止ですが、ストーリーの流れで手に入れた道具は使用可とします。その他細かいルールは概要欄をご覧いただければ幸いです。はい、今ブラッシータウン駅のとこまで来ておりますので、早速ねポケモンホームでディアパル輸入していきたいと思います。はい、降りました。ムソキアとムソアルガですね、こいつを輸入しておきましょう。ディアルガの方はモンスターボールに入ってるレベル1でございますね。これは神都遺跡さんだからですね。で、特性プレッシャーで覚えてる技、竜の息吹、怖い顔ということで、勇敢な性格ということで、これはですね、攻撃上がって素早さ下がる感じなんで、ちょっと良くはないっすよね。はい、でムソキアの方もモンスターボールに入ってレベル1ということで、これは神都遺跡さんだからで、特性プレッシャーでございます。これは一緒ですね。で、技竜の息吹怖い顔ということで、全く同じか、技きついな、そういう意味では。で、真面目な性格ということで、これはですね、何も上がらないっていう感じなんで、まあこっちの方が無難でいいっすよね、正直言うと。さっさと逃げろ、もうこいつらに恐怖して逃げるだろ、勝手に普通だったら。はい、じゃあ早速行きたいと思います。はい、じゃあこいつね、星狩りすっと戦っていきましょう。はい、無双あるがかっこいいね、でかい、はみ出ちゃうよこれ。尻尾振る相手の方が早いんだ、さすがに竜の息吹で。はいはいはい、まあそこそこマヒッター、ラッキーラッキー。初めてじゃない、こんなレベル1のポケモンでこんな楽に。うわ、ちょっと待って、負ける可能性ある。効果今一つでも結構そこそこ食らってるな。全然食らわないかと思ったら、うわちょっとやばい、これは。オッケーオッケー、マヒってくれてラッキー。はい、竜の息吹で倒していく。よかった、初めてだねこれ、レベル1のポケモンで相手一発で倒せたのって。あと1回か2回ぐらい戦って終わりにしましょうか。あ、相手の方がまだ早い、マジか。ここからオッケー、めっちゃ食らうじゃん。急所か、なんだ余裕っすね。はい、ここも戦っていきましょう。つつく、もう全然食らない、すごいなやっぱり。ただ素早さがちょっと遅いのがちょっと怖いけどね。ここから、はい、オッケー、倒す、はい、倒す、倒していく、はい、オッケー。いや、こんなスムーズにいくのはもう本当にあんまないからね、マジで無双期待できますね。いや、ポケ戦禁止だけどポケ戦に連れてこられちゃったな。まあ、これはもちろんなしですからね。あ、でもここでもう回復されちゃってんだ。ここ連戦だけど余裕でいけるでしょ。いや、ちょっとパルキアも使ってあげないとあれだな。相手9レベルだけど、まあ2レベルの差あるけど全然食らない。2しか食らないもんね。やっぱ鋼タイプ序盤強いわ、めちゃめちゃ。よっしゃ、もう一回行こう。よっしゃー。ここでも回復してくれるっていうね。2発。はい、ありがとう、倒してくれて。よっしゃ、ホップ戦最初の。はい、イブイテ2発。はい、イブイテ2発。うわ、技覚えねえ。10レベルでも技覚えねえってことは、これフェアリー来たらもう終わりだぞ。竜イブで一発。ここまでだったらディアルが1体でいけたな、全然余裕で。やっぱ2体だと余裕すぎるか。よし、ビート戦。竜の息吹2発で倒す。倒した。はい、なんとかイブイテ2発。やばい、きついぞ。結構削られてる。いや、これジム突破できるか。もちろんね、こいつとか使っちゃダメですからね。よし、元気のかけらここでもらえるからね。これも今回は使用ありですからね。よっしゃ、行こう。あれ？回復してるね。あれ、どこで回復したんだろう。あ、じゃあ余裕だ。さすがにね、回復してるから余裕だと思うんだよね。すぐ倒せそうだから最初にダイマックスしちゃおう。一つ目のジムで伝説が、え、一発で倒せないの？え、マジか。伝説がダイマックスしたらびっくりするよなって言おうとしたら、もう、まあでも相手19だもんね。こっち15レベルだから。うわ、全然入んねえ、マジか、やばい。
まあでも全然食らないわ大草原も。めちゃめちゃ何回も攻撃してようやくだよ。お、原始の力ようやく覚えた。これで相手フェアリー来ても大丈夫になったね。最初ホップからもらったスピードスター、ちゃんとディアルガパルキア覚えんですね。覚えさせとこ一応ね。あ、そうだ、ここ戦わなきゃいけないんだ。いつもさ一匹でやってるから忘れてたこいつ。やっとパルキア役に立つ。うわ、最強の2人だね。竜の息吹で2発、結構硬いやっぱ。はい、ほぼ連戦でエールダンですね。はい、息吹て1パン、はい、息吹て3パン。いや、パルキアも原始の力なんだ、覚えるやつ。うわー、マジか、同じ技しか覚えないんだね。はい、連戦か。息吹て2番かな。いや、ホップ戦ここの結構きついんじゃないか。はい、スピードスターで2発、はい、スピードスターで倒す。ダブルアタックなんか全然こっち硬いから全く食らない。鋼ドラゴンってマジで強すぎだよな。はい、スピードスターで倒す。はい、元気のかけらもらえんだ、ここでも。あ、ジム入るときに回復するんだ。ジム出るときだけだかと思った。ここはね、パルキアいれば防御がもうやばいから絶対勝てるでしょうね。はい、スピードスターで倒す。差しかます、かましていく。うわ、相手の方が素早いのかよディアルガより。はい、大ドラグーン3発で倒せました。相変わらずパルキアの出番はなし。渦潮ね、覚えさせとこう。初めてこれで水タイプの技覚えたから一応次のジムで活躍できますね。よっしゃ、ビート戦一発で倒さないときつい。うわー、やばい、動くな。うわ、がむしゃれられた。うわ、きつい。もうここ最悪だわ、マジきついわ。スピードスター2発、はい、息吹て2発、息吹て2発、はい、息吹て2発。パルキア活躍。はい、ダブルバトル。はい、息吹て1発。二度蹴りありがとう。やべえ、やられる。乱れ比較で。オッケー、ついばんでくれてありがとう。オッケー、ついばんでくれた。よかった、ギリギリ勝ってた。お、切り裂く覚える？まあでも怖い顔いらないから忘れさせておこうか。おしゃまり戦。あ、回復してる。はい、息吹て2発。うわー、ケタクリめっちゃ入るじゃん。オッケー、スピードスターで倒す。噛みつく。うわ、待って待って、やられた、初めてやられた。パルキア、うわー、地味にマリー戦でこんな苦労したの初めてかもしんねえ。ようやくパルキア活躍できるところ来たね。はい、渦潮で2発。え、パルキアもさ切り裂くなの覚えんのマジかよ。切り裂くなしでいいかな。倒したけど、いや、これどう、やばくね。リアルガに入れ替えて、こいつも火傷状態だ。回復しとけばよかった、バカしたな本当。お、こっちの方が早い。オッケーオッケー、一発で持ってけた、よかった。はい、砂蛇ちゃんイベント。はい、スピードスターで倒す。はい、スピードスターで倒す。はい、連戦。いや、悪タイプの技はやっぱそこそこ入るな、ほんと。いやー、ダメ押しきつい。ほんときつい。きついわ、ほんと。つか、指振るで、スプーン曲げって。すごいな。私にゆかりがあるな。うん。やられた。マジかよ。なんとか倒す。うわ、全然入んねえ。ひどい。指を振れたからまだ良かったけど、これ、フェアリー技やってたらマジできつかったぞ。やべえ、やられる。危ない、ギリギリ。初めて道具使おっか、木の実。ちょっと10ぐらい回復させとこう、気持ちね。こいつは嫌な思い出あるからな。うー、きつい。煙幕やられた。なんとか倒した。いや、入んな。うわー、岩流れ強え、やばい。負ける。いや、竜の息吹行こう。ここは。外れた。待って、負けた負けた。しかも急所だし、最悪。普通のトレーナーに負けたし、煙幕にやられたわ。すっげえイラつくわ。ポケセン使わさせられたし、強制的に。元気のかけらちゃんと使っとけばまだいけたと思うけど、こいつと俺何回戦わなきゃいけないんだよ。竜の息吹で一発じゃん。不意打ち強すぎでしょ。めちゃめちゃ入んじゃん。意外とディアルが柔らかいよな。いや、こいつほんと強いよ。あ、でもさっきのやつ、ここでホップ戦だからさ、どっちしろ進めなかったな。元気のかけら使わなきゃいけなかったな。うわ、結構食らう。いや、う意外と強いな。いや、なんとか倒した。葉っぱ買ったらどんぐらい食らう。うわ、結構入るな。オッケーオッケー、危ねえ。いや、息吹て一発、ようやく倒す。だからどっちにしろさっきの元気の力使っててもやられてたな、ここで完全に。はい、ナイトヘッドきつい。マジかよ、ナイトヘッドきつい。いや、使わない、さすがに勝てないよな。いや、使おう。ここも結構難関だぞ。下竜の息吹で倒す。爪研ぎやばい、2回もされてるぞ。あ、そうだ、竜の息吹。うわ、ミスった。そうだ、効果ねえんだ、バカしたな。やべえ、マジか。そりゃないわ。影打ちきつい、めっちゃ入んじゃん。マジか、普通にやられたわ。いや、マジで能力上がった、原子の力でぶっ倒せた、よかった。オッケー、もう一回上がった、原子の力で。これはなかなかいいけど、ラスカ、オッケー、ようやく来た、鋼技。切り裂く忘れさせよ。はい、ラスカ、こっちの方が早くて。うわー、倒せねえか一発で。ディアルガはやられてしまう。
はい、大ドラグーンでさすがに倒せてよかった。あ、アクアリング、え、なんでなんでパルキアはアクアリングなの。いや、アクアリング意外と使えるかもな。ビート戦も怖いよ。え、なんとか倒せた。いや、ラスカフェアリータイプのジムの前に覚えてよかったね。はい、ラスカでワンパン。はい、イブイって倒す。いや、いけるかな。いや、ドレンキスきついわ。まあこれがあるからまだいいね。オッケー、倒す。え、耐えない。もう急所かよ。いや、きつ。スピードスターで倒せた。ラスカで一発。うわ、きつ。マジカルシャインきついって。いやー、きつい。いや、ここは回復させるしかないでしょ。能力上昇あるから勝てると思うんだけどね、多分。オッケー、ラスカ一発でいけんだ。じゃあ勝てるぞこれ。チートはチートだな。はい、原子の力で倒す。はい、ダイスティルでワンパンいけた。はい、ここでまたボンダイ当てて、さらに防御特防がぐんと上がると。はい、ダイスティルでワンパンいけない。ワンパンいけないの。巨大弾に耐えるよね。耐えろ。耐えた、よかった。危ね、急所だし。危な、ギリギリ。ギリチョンじゃん。ギリチョンゲーだこれ。ポップもなかなか強いかな。はい、ラスカで倒す。お前の戦い方どこか兄貴に似てるかもな。ディアパル使わないだろ。だいたい渦潮使ったんだぞ今。はい、イブイて倒す。うわ、全然入んね。蓄える。キッズ、やばいやばいやばいぞ。うわ、すごい傷薬使われた。普通にきついぞこれ。まだ街出てすぐだぞ。だ、なんとか倒した。いや、噛み砕く、ちょっと待って。いや、結構入るな。マジか、噛み砕くでやられんのマジないわ。え、これもうマックス回復した状態戦ったの負けたわ。いや、ラスカ蓄える前でも半分も入んないんだ。オッケー、ラスカ3発で倒す。だっけ、原子の力で倒す。はい、スピードスターで倒す。いや、ブンマースとかきついからマジで。いや、なんとかラスカで倒した。ギリギリだわ。こいつ目つぶっても倒せるどころか目くり抜いても倒せるわ。その代わりにお前のメロン目に突っ込んでも勝てるわ。はい、原子かワンパン、ラスカワンパン、ラスカワンパン。はい、ラスカで倒す。ちょっとギリギリだったけど、ポップで負けたからな。絶対勝たなきゃいけないここは。はい、イブイて倒す。いや、瓦割り死ぬな。やばいってほんと。はい、ラスカでなんとか倒す。うわ、ラスカも全然入んないし、噛み砕かれる。相当きついぞ。竜の息吹。待って、倒せない。あ、よかったよかった。でもあられがある。はい、倒していく。いや、ここで元気のかけら使わないと無理だ。ドリクチで普通にやられたわ。元気のかけらでパルキアを復活させとこう。ツイパーも耐えろ。うわ、耐えなかった。ひでえ。倒した、現地化で。いや、どっちにしろこの先進むために元気のかけら使わないといけないからね。はい、いぶいて倒した。いや、きつ。この状態でいかないといけないのは。いや、ここいけっかな。いや、辻斬り結構入んだよ。てか相手の方が早いのかよ。うわ、急所だし、しかもまた。いや、このあられ環境でこれはきついな。やばい、きつすぎる。なんとか倒せた。この後はマリー戦あるよね。しかも無理じゃねえかこれ。ここから回復せずいくの。いや、元気のかけらあと3個。いや、ここで回復しとかないと無理だよな。こいつきついんだよな。はい、竜の息吹ていく。山嵐きつ。本当にやばい。なんとか突破。もう回復アイテムがないな。これもう終わりじゃね。ここ勝てなくねえか。オッケーオッケー。不意打ち相手やってくるから、アクアリングで、あ、そうだ、回復していけばいいんだ。渦潮で倒す。毒づき耐えろ。いや、結構入るな。渦潮。いや、そっか、乾燥肌なの。マジかよ。いや、ちょっと待った、勝てねえぜ。回復、元気のかけら、ラスト1個倒すことができた。竜の息吹全然入んねえし、やられた。瓦割りでなんとか倒した。スパークはマヒナ。いや、ワンチャンいける。あー、動けない。スパーク耐えろ耐えろ耐えるよねこれは。無理じゃんこれ。絶対無理だろ、勝てねえってこれは。オッケー、原子の力で上がっていく。もろもろ上がっていく。しょっていく。オッケー、原子の力もう一回上がっていく。倒していく。竜の息吹ていく。渦潮でワンパンできたわ。これさ、どっちにしろ絶対負けてたよね。どっかでキリクスタウンのホップ戦からずっと回復せずネズまで戦わなきゃいけないからね。いや、瓦割りきついって。無理だって、もうきつすぎでしょ。きつ。ダメ欲しい。無理だ、もうきつ。うわ、毒だし。もうボッコボコだわ。勝てね。よし、ギリギリ勝った。ディアルガもう瀕死、パルキアもう毒で、残り4。もう確実に余命が一ターンっていう。こんな絶対負けるっていう戦い初めてだな。猫騙しでやられたし。せめて毒でやってくれ。竜の息吹も全然入んないし。うわ、ミスったな。うわ、最悪。
ちょっと待って、1対1で負けたよ、ズルズキンに。はい、ラスカで倒す。イブイって倒す。しっぺ返し。うわ、きっちい、無理じゃん。急所だし、しかも。はい、ラスカでなんとか倒す。ラスカ、いけ。罰じゃ無理。爆破と耐えろ。いやー、惜しいな。バカだな、本当に。いや、無理でしょう。下流の息吹で倒す。いや、もう。普通に2体も倒せないっていうパルキア弱いでしょう。はい、ブイで倒す。きつー。うわ、不意打ちやられた。やばいぞ、マジで負ける、また負ける。オッケー、あぶねー。不意打ちやられたらまた負けてたぞ。寝ずにこんなボコボコにされるなんて。ここだけ唯一ね、キバナ戦前に回復してくれますから、最強の技使ってやっていきましょう。って言っても渦潮とかだけどね。やめて、ちょっと竜の波動強すぎでしょ。おいおいおい、どんだけ半分も入んの、ヌメイルの。よかった、倒した。波動弾？波動弾なんか覚えんだ。波動弾はめちゃめちゃいいんじゃない。イブイてワンパン。うわ、いや、やられたし。うわ、最悪。元気のかけらないから、これ中断せざるを得ないですね。一体やられただけで負けだったんだ。自分ミッションの途中でリタイアして回復しないとダメだから。うわ、これ一回負け扱いだ。本当にバカだな俺。いや、自らポケセン使うことになるとは。勝ちたいな。うわ、どっちも一発で倒せなかった。バカしたな、本当に。うわ、ボディプレスもやられたし。うわ、本当にミスった。うわ、きつい、マジきつ。なんとかイブイて倒す。はい、ラスカで倒す。きつきつの実だろこれ。巨大元帥、やばいやばいやばい。あー、いいや、そっちはいい。おっかく、ダイナックルで倒せ、頼む。オッケー、倒せた。いや、ここ耐えてくれたらワンチャン勝てる。あ、大地の力か、耐えろ。あー、無理か。くそ、惜しい。めちゃめちゃ惜しかったな。はい、フライゴンしょっていく。ダイスチル倒す。はい、竜の息吹。まあ、ヒッタラッキーラッキー。あ、でも相手の早いの、巨大元帥。マジかよ、もう。いやー、危ねえ、危ねえ。オッケー、倒した。波動弾。え、パルキアも波動弾なの？つか、渦潮以外覚えるや。うわー、無理か。耐えなかった。ダイスチル、あ、オッケー、動いた。オッケー、倒せた。強い。よかった。自身はやばいって。きついな。つらら落としで、ちょっと待って。無理だよもう。うわー、相手の方が早いのかよ。おい、クソだな、ほんと。ひど、普通のノラトレーナーに負けた。何2回排水の陣しとんねん。さっきからやっとけ、そのムーブ。いやー、よい、竜の波動で倒されたし。マジかよ。いや、マジできついわ。え、待って、回復せずマリは無理だって。お、あー、イチャモンやられた。ここできついって。波動弾しか技がないのに、いい技が。オッケー、イブイで倒す。あ、イバル、イバルはまだラッキー。オッケー、ダイスチル当ててくれた。いや、これワンチャンいけるぞ。当ててくれた。オッケーオッケーオッケー、きた。いい、これは運ゲー、運ゲー、運ゲーだよ。パルキアかけてる状態で勝ったわ。いや、もう本当にディアルガゲーじゃんこれ。いや、こっからはちゃんとね、回復してできるから、素で1対1ですね。波動弾で一発で倒せたわ。オッケー、波動弾2発。はい、イブイってショル。いやー、またかよ、おい。無理じゃんこれ、ちょっと運ゲーだよ。いや、怖い顔はきついぞ。威張られた、しかも。いや、なんとか倒すけど。うわ、大草原はまあそれなりか。お、混乱解けた、ラッキー。大ドラグーンで、しかも攻撃下がるからね。大アタックは大丈夫。オッケー。相手なんで大草原やられたらきつかったんだけどな。全然大丈夫だった。あぶねー、ギリギリ。よし、行こう。56レベルでパワージェム覚えんの。原子の力よりはいいか。ここはめっちゃ回復してくれるからね、いけるね。はい、ラスカでワンパン。まあ、なんとか倒す。はい、イブイって倒す。あ、大ドラグンでなんとか倒すったわ。はい、ラスカで倒す。まあまあまあ、ディアルガだったらいけると思う、多分。はい、ラスカでワンパンできたわ。はい、ラスカでワンパン、強っ。はい、ラスカでワンパン、オッケー。全員一発で倒せたわ。超大大無双、ここに来てできたね。こっからは無双させてもらうぜ。カマス城強い。パワージェで2パン。はい、イブイって2発。はい、現地化で2発。パルキアもパワージェムなんだ。おい、ちょっと本当に同じ技しか覚えないんだ。2人いる意味がほとんどないよ。っていうか、もう水技覚えさせろって。もう渦潮しか覚えてねえんだよ。はい、ダイナックルで2番。いや、すごく無双できるようになってきたね。うわ、地味にここは一番怖いんだ本当は。はい、ラスカで2番できた。オッケー、パワージェムで1発。うわ、めっちゃ入る、シャドウボール。急所か。いやー、つい悪だくまれてシャドウボでやられた。はい、イブイって倒す。ダイスチルで一発で倒せないと結構きつそう。うわー、倒せねえ。やばい、力を吸い取る。うわ、めちゃめちゃきつい。うわ、バカだ、もう無理だ。ど忘れ、ラッキーラッキー。バカなことしてしまった。いや、耐えろ、ダイヤアーク全然耐えるでしょ。うわー、でも結構入るな。うわ、速防下がった、最悪。なんでこんな運は。おい、やばい、頼む、耐えろ、耐えてくれ、耐えてくれ。おっし、耐えた。速防下がったけど耐えた。オッケー、あっぶねえ、ギリギリ。
ギリチョンパだ本当に。こんな興奮しなきゃいけないのこいつ、オニオンに対して。全く勝てる自信がない。すげえ、一発でパワージェメタ。はい、イブイって2発。はい、イブイって一発でいけたわ。はい、イブイって2発で倒せたわ。はい、ダイナックルで2パン、余裕ですね。ここ波動弾でね、いけますから。剣の舞は怖い。ドリルライナー、ちょっと待って、めっちゃ入る、やばい、やばい、バカした。波動弾で3パンですね。波動弾で2パン、反動で倒れる、波動弾で1パン。はい、これでダイナックルで、なんとか倒すことはできたけど、え、次、無限ダイナいける？この体力で。どっちとも半分以下だけど。勝てるかね。うわ、竜の反応やってきた。やばい、待って待って、負けるってこれ。変な技やって、オッケーオッケー、解放者ラッキー。ラッキーラッキー。もう一回解放者やってきたらいける。頼む。オッケー、解放者やってきた。いけるいける。オッケー、ギリ。オッケー。やけどにもならない。オッケー。よしよし。奇跡だろ、これ。オッケーオッケー。やっぱ回復してるね。いや、なんとかやられなかったね。バイバイ、無限ダイナ。あ、つうか、あれだ。元気の塊どこでもらったんだろう。いつの間持ってたな。絶対勝ちて、聖なる剣。うわ、ちょっと待って、無理、勝てね。パルキアに変えよう。禁止してくるよね。え、してこない、待って。うわ、そのまま聖なる剣やってきやがった。ずるいだろお前。え、マジで勝てね。うわ、なんでそういう時に禁止してくんの、こいつ。ずるいよ。なんとか倒す、一発で倒す。いや、マッドショットなんか覚えてんのかい。え、無理じゃん、強すぎなんだけど。勝てねえわ。あ、そういえば元気の塊使うの忘れてた。バカした、もう全部バカしてる。渦潮でなんとか攻めるしかない。大ストリームやっていく。倒せるよね。倒せねえか、マジか。倒せるだろ、パーセンテージ。うわー、ギリギリ残った。絶対回復の薬とかやられるわ。最悪、ミスった。いや、なんとか大ストリームで倒した。うわ、激凛相手の方が早いのか。うわー、きつ。激凛相手素早さ早いのずるいよ。半分以上食らうじゃん、ディアルガルさえ。お、マヒ、ラッキーラッキー。オッケー、これは運で倒せたね。いや、ここで元気の塊使うしかないね。アイテム使わなきゃ勝てねえだろ、だって。竜の息、マヒレ。オッケー、マヒッター、ラッキー。はい、竜の息吹。オッケー、しびれて動けない、ラッキー。ポケモンは運ゲーだね。シャドボ耐えるよね。耐えろ。倒れねえか。いや、もう一個元気の塊使おう。これでもし勝てなかったら次勝てねえぞ。竜イブ。いやー、きつ。急所に当たったし、かも。うわ、マヒッターし、しかも。勝てねえよ、これ。うわー、一発で倒せねえんだ。はい、イブいて2発。元気の塊もう一回使って回復させとこう。フラフラダンスはどうだろう。当ててくれたー。いや、大ジェット、耐えろよ、耐えろよ。うわ、結構、めっちゃ入るじゃん。ここ、当てろ、絶対。いや、全然入んねえ、マジか。負けたわ、これ。相手が変な技やってこない限りは勝てない。変な技やってこい。第6個は耐える、耐える。耐えた！オッケー！いや、だから意外と相手変な技やってくるから、そのおかげでパワージェませていただきました。パワージェンで、最後は、勝たさせていただきました。いやー、完全に運ゲーということで、検証結果、ディアパルでも無双は無理でした。まず私のプレイングミスもかなり多かったので、それがまずいけないんですが、それを置いておいてもめちゃくちゃきついと思います。ポケセン禁止だと回復の多い剣盾でもスパイクタウンまでの道中など回復が厳しいところもあり、プレイが上手い人だっても一回もやられずにクリアはなかなか難しい気がしましたね。しかももらえる技マシンはほとんど覚えず、特にパルキアは水タイプなのに水タイプ技で覚えられるのは渦潮くらいで、最後までこの技でいかなきゃいけないのは相当きついと思います。ダンデ戦は特に元気の塊があったから勝てましたが、素早さ的に相手に絶対一発攻撃されますし、回復できないですし、無理ゲーでしょう。これノーミスでクリアするのはディアパルが合体形態で超強化されたり、もしくは攻略のアイディアパルルから聞かないと無理だと思います。ベロリスト